どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画上げさせてもらっております。リトルカップもね、そろそろね、なんすかね、あと3日ぐらいですかねに差し掛かってきて、まあ、なんとかね私もランク順位にはいけたんですけれども、まあ、最後のセットね、2セットですか 2-3 で落としてしまって、まあちょっとマスクドピカチュウゲットまではね今のところ至ってないので、まあ明日ですかね、まあ取れるんじゃないかなと思ってます。でまあ1戦目なんですが、こちらウリムで相手ドーミラーですね、まあ、これ出し負けてるので、そこでシャドウスカンプに変えていきます。で相手がそれに対して出してきたのはウパーで、これはしっかり後追いされちゃってますね。まあちょっと辛いんですけれども、どうしようかな。これ今のね噛みつくのダメージを見ていると、シールド2枚貼ったら、なんかね、噛みつくだけで突破できそうな気がするんですよね。うん。相手のマットショット痛いんですけれども、こちら。でも、ちょっとね、対面を取り返さないことには、まあ、どうしようもないので、うん、まあ、しっかり後押しされてるんでね、ここは2枚貼ってでも対面を取り返す動きを取ってきました。で、まあ、これでなんとか対面を取り返すことができて、相手がそれに対して出してくるポケモンによって、まあ、どうかなって感じになると思います。で、出してきたポケモンが、甘える打ってきたので、モンメンなのかな？でも、なんかちょっと鳴き声がいつも聞いてる鳴き声じゃないなと思って、出てきたのがこれチラービーでしたね。これはだいぶ予想外でしたね。まあ、チラービーなんで、これはウリムをちょっと出して、で、まあ、ゲージだけ貯めてから、まあ、ドーミラーに変えていこうかなと思ってますね。相手に、まあ、技打たれると辛いので、まあ、ここはドーミラー出していって、で、相手、変えずにね、ここで技打ってくれたら大きいですね。ドミラーに対して多分ね、アクアテルかな打ってくるとしたら。うん。まあ、大した技ないと思うので、うん。あれですね。ただここでね、相手が出してきたドミラーだったので、これはちょっと辛いですね。うん。相手シールド1枚残ってるので、で、ダメージレースでも負けてるので、まあ、なんとかね、挽回したいなと思ってるんですけれども、これね、まあ、逆転の可能性があるとしたら、相手がウリムの技を分かってないことにかけるしかないですね。うん。これ相手シールド残ってて、で、ダメージレスも負けてるドーミラー同士の対面だと、どう頑張ってもね、逆転することできないので、これは、あれですね、交代時間が来たら、相手ウリムを出していって、で、相手はこちらがゲージを貯めて下げてるって分かってると思うので、で、ウリムって、氷地面タイプなんですよ。なので、ね、相手が技を知らなかったら、地面技打ってくると思って多分ね、シールド貼ってくれると思うんですよね。なので、ここで、あえてウリムを出していって、で、まあ、これ地面技だぞと見せかけては、打っていこうかなと思います。まあ、実際ね、ウリムって、なんすかね、凍える風と虫かかりと岩ならでしか覚えないので、地面技使えないんですよ。ただ、まあ、タイプが地面氷タイプなので、相手がね、ちょっとビビってね、シールを貼ってくれるんじゃないかなと思ってやってみたら、まあ、実際貼ってくれて、まあ、これ大きかったですね。それで相手のシールを剥がして、で、ね、チラーミを突破することができて、でさらにこのままウリウリでね、戦っていけてるので、うん、これで逆転したんじゃないかなと思いますね。これが面白いですよね。なんだろう、出てきたポケモンの技がわからないのが、まあ、リトルカップですね。うん、で、まあ、そんな感じで逆転していって、で、HP 見ると、多分ね、こちらの方がね、ダメージレスちょっと勝ってると思うんですよね。で、相手の技は、多分サイコショックとジャイロボールで、で、回転ではね、こちらのヘビーボンバーの方が、ジャイロボールより、まあ、威力はね、劣るんですけれども、うん、回転では勝ってるので、これね、うまくやれば勝てるんじゃないかなと思ってますね。というわけで、まあ、こうヘビーボンバー打っていって、で、おそらくね、相手に次のジャイロボールと同じぐらいかな、どうかな。うん。ただね、これ耐えてくれると思うんですよね、ダメージ見てると。なので、これ耐えていって、うん、ギリ耐えていって、で、こちらは、会社のヘビーボンバーを当ててしまえば、勝てるんじゃないかな。そうっすね。ここ先に打ってったの大きいですね。多分、これで相手の HP 残量を見ると、まあ、ギリギリですけど、なんとかね、まくることができたんじゃないかなと思いますね。そうですね。勝ちましたね。対戦ありがとうございました。うん、今のバトルはあれですね、初手ウリムとドーミラー結構ね、絶望的な対面ではあったんですけれども、相手が技をね、知らなかったおかげで、うん、なんとかね、シールド貼らせて突破することができたので、それが大きかったですね。うん。やっぱり時には貼ったりも大事なのかなって気がしますね。だけど、まあ、次のバトルなんですが、こちらウリムで相手ドジョッチですね。
これはどうなんだろうな。出し勝ってんのか出し負けてんのかよくわかんないですね。わ、かんないのでとりあえず戦ってみてって感じなんですけれども、これあれですね、今多分同発になったんですけれども、相手に先制されたということは、まあ、ウリムより相手の方が早いってことですよね。で攻撃の個体値も多分相手の方が上っていうことになるかなって気がしますね、まあどうしようかな、ただどうなんだろうな、まあ、マンムーが打たれ弱いポケモンなので、ウリムも打たれ弱いかなとは思ってるんですけれども、さすがにここでねシールを貼るわけにはいかないので、まあ、これは受けていこうかなと思います。でこれ受けていったら意外とね入らなかったんですよね、これならまあ戦っていけんじゃないかな、相手もねのしかかり2発食らったら落ちると思うので、まあ多分ねシールを貼って守ってくると思うんですよね、なのでこれなら、いけんじゃないかな、多分ね、相手のシールを剥がしてしまっているので、こちらはここでシールを貼っていけば、こののしかかりを打っていって、で相手もどうぞ突破できると思うので、まあ多分突破できると思うんですよね、この HP なら。なのでこれ突破していって対面を取ればお互いノーシールドなので、まあ、あとは裏次第にはなるんですけれども、まあ、勝てるんじゃないかなと思いますね。というわけで相手のドジョッチをうまく倒していって、でここで相手が出してきたのが、なんだこれ、ポチエナですかね。ポチエナか、まあ、面倒なの来たな。これはまあでもシャドウスカンプ出すしかないですね。相手バークアウト打ってきてるので謎の回転早いと思うんですよね。早いと思うので、さすがにね、ノーガードの、ね、ドミラを出して、まあ、噛み砕かれるわけにはいかないので、まあ、ここはあれですね、スタンプを出していったって感じですね。で相手がここで、甘えるやつここで取れさせると思って、モメ出してきてくれたんですけれども、これが良かったですね。これあのままポチエナでやられていたらちょっとね辛かったんじゃないかなと思います。まあポチエナのね多分ね、バックアウト自体はまあ、ダメージ率にならないんですけれども、回転が早いので、それでシャドウスカップを突破されて、そのままの流れで一気にドミナまでね、やられちゃう可能性があったので、でも、そこでね、相手がね、なんすかね、この、ボンベに変えてきてくれたおかげで、ドミナをね、生かすことができて、で、まあ、ここでがっつり起点にさせてもらったので、もう一発ここでね、なんすかね、ヘビーボンバーを打って、相手の、なんか、ポチエノを倒して、終わりになるって感じですね。これは相手の交代に救われたかなって気がしますね。対戦ありがとうございました。まあ、今回ね、ウリム使ってる理由として、なんだろうな、まあ、別に強そうって思ったわけではないんですけれども、なんだろう、CP が500に近かったので、まあ、とりあえず、まあ、まあ、草系ですとか、まあ、地面系あたりには刺さるんじゃないかなと思って、まあ、使ってみたって感じですね。で、まあ、こちら初手ウリムで相手土人ですね。これどうなんだろうな、もう全然わかんねえな、全然わかんないのでとりあえず戦いながら様子を見ていくって感じですね。で相手がここで出してきたのがソーナロだったので、これはもうシャドウスカンプ出していきます。相手の初手が土人だったので、なんだろうな、ここで多分ドーミラー出すと、あれだと思うんですよね。土にやられちゃうと思うんですよね。そうなると2人に合わせて。なので、まあ、ここはまあスカンプを出していって、で、まあ、対面をね、キープすることを選んだって感じですね。まあ、シールド使わされちゃうんですけれども、まあ、しっかりね、対面をキープしていけば、まあ、なんとかなるんじゃないかなと思ってますね。というのもね、ウリムはね、やっぱ回転は速いので、なんすかね、相手の土に対してね、まあ、そこそこやっていけるんじゃないかなと思って、まああれですね、そうしてみたって感じですね。で相手がここで出してきたのがドーミラーで、これはまあ噛み砕いていって、でどうかなって感じです。まあ後ろ張ってくるので、まあ、あれなんですけれども、これは相手の初手何だったっけ、忘れちゃったな。あ、土人だ、土人。まあでもこれはもうパウアー出すわけにはいか、パウアーじゃない、ウリム出すわけにはいかないので、まあ、ドミラ出していって、で、相手シールドを1枚やるとはいえ、多分ね、ダメージレースではね、こちらの方が若干勝ってるんじゃないかなと思いますね。多分勝っているので、相手が肯定してくるタイミングで、こちらもしっかりと、ウリムを合わせていって、で、あれですかね、なんだろう、技の回転率で、まあ、勝負していくって感じですかね。まあ、土にも決してね、遅いポケモンではないんですけれども、
うん、まあ、こちらの粉雪がね、多分チャージ速度では勝ってると思うんで、まあ、ギリそれで戦っていけるんじゃないかなと思いますね。なので、ここでもう一発ゲージを貯めて、ここで、あれですかね、のしかかりを打たせてもらって、でこれね、耐えちゃうんじゃないかな、ギリ。どうなんだろう。うん、ちょっとわかんねえな。あ、耐えましたね。うん、まあ、耐えたんですけれども、まあ、OK でしょう。うん、で、ラストは、こちらのドーミラーと、相手のドーミラーの対面になるんですけれども、まあ、HP 残量でね、こちらの方が勝ってるので、これは、普通にもうヘビーボンバーを打っていけば、まあ、相手に差し込みさえされなければ、うん、勝っていけるんじゃないかなと思ってますね。うん。だければ、ここで相手が諦めて終わりですね。うん。対戦ありがとうございました。うん、今回あれですね、ウリムの回転の速さがね、光った試合だなって気がしますね。うん。まあ、土相手に、まあ、土の辻切りが、まあ、半分入らなかったので、まあ、こちらののしかかりの、ね、回転率でなんてか押し切れたのが、まあ、良かったのかなって気がします。というわけで、まあ、次のバトルなんですが、こちらウリムで相手、スボミーですね。これも圧倒的に多分出し負けてますね。相手葉っぱカッターだと思うので、うん、これは出し負けなので、まあ、すぐ帰っていきます。でも、葉っぱカッターだと思ったので、これドーミラー出していって、で、相手が追っかけてきたのが、カラカラだったんですけれども、これはどうだろうな。ちょっと一発目入れられちゃいましたね。うん。どうなんだろう。初手対面で、まあ、尻のハリハリであれば多分勝てるのかな多分。どうなのかなっていうタイミングではあるんですけれども、一応こちらが先行で出てるので、うん、まあ、シールド貼っていけば、なんとかなるんじゃないかな。うん、それに、相手のカラカラって地面タイプなんで、おそらくウリムのね、粉雪でもね、相当削れると思うんですよ。なので、まあ、最悪、あれですかね、まあ、ドミラ突破されちゃうと思うので、まあ、突破されたらウリムで、このカラカラを起点にして、まあ、ゲージをね、しっかり貯めていけば、まあ、裏のポケモン見ていけるんじゃないかなと思いますね。というわけで、相手がここで技を打ってきて、まあ、これはもう食らっちゃいますね。うん、食らって、ああ、でも骨コンボだったですね。うん、まあ、でも、まあ、食らっていって、で、ここでウリム出していって、相手のカラカラを起点にゲージを貯めさせてもらうって感じですね。で、まあ、ここを打ってくるので、まあ、これ貼らないとね、せっかく貯めたゲージが邪魔、無駄になってしまうので、まあ、これ貼っていって、で、あれですかね、粉雪だけで削り切るって感じですね。と思ったら相手がここで、ドーミラー出してきて、これはもう、凍える風打って相手の攻撃力を下げて、まあ、なんとかしていくしかないですね。幸いこちらはほぼ2発分ゲージが溜まっているので、まあ、ここでもう一発凍える風を打って、で、おそらくウリム突破されちゃうと思うんですけれども、ドーミラーがね、相手攻撃力下がってるので、なんだかんだね、ドーミラー投手の対面では、まあ、こちらが漁っていけるんじゃないかなって思ってますね。で、まあ、ここでもう一発凍える風が打てて、まあ、3発入れられれば、まあ、相手の攻撃力はね、もうガタ落ちするので、で、なんだかんだダメージを与えられるので、まあ、悪くないんじゃないかなと思いますね。うん、この後、こちらが、あれですかね、次のポケモンを出していった時に、まあ、戦いやすいかなって気がします。まあ、ノーシールドの殴り合いになっちゃうんですけれども、まあ、凍える風をね、やっぱ3発入れてると、まあ、相手の攻撃力3段階落ちてるので、おそらくこれもね、そんな入らないんじゃないかな。うん、そうですね、やっぱ入んないですよね。うん、で、相手がここで、スボミを出してきて、まあ、こちら毒タイプ入ってるんですけれども、ちょっとね、あれでしたね、きつかったですね。で、まあ、ここで、ドーミラを出していって、相手、技打ってくるかな、まあ、止まってはなかったと思うんですけれども、まあ、打ってきてもいいように、とりあえず瀕死のドーミラを出していって、で、最後、ウリム勝負なのかな。で、相手がここでガラガラ出してきてくれて、で、まあ、そのおかげでね、なんだろう、ゲージ貯めることができたので、まあ、これ打っていけますね。うん、というわけで、ここで、ヘビーボンバーを打っていって、で、終わりかな。うん、対戦ありがとうございました。うん、今のバトルはあれっすね、ウリムがいい働きしてくれましたね。ちょっとドーミラーとの対面でね、まずいタイミング作られてしまったんですけれども、うん、凍える風をね、3発当てたことによって、相手の攻撃系のね、ガタ落ちしてたので、そこでね、シャドウスカンプがね、HP を残してね、戦うことができたので、まあ良かったんじゃないかなと思います。で、まあ次のバトルなんですが、こちらより見る相手ドーミラーですね。まあ、これ出し負けているので、まあ、交換しようかなと思ったんですけれども、ちょっとね、違うパターンもやってみたくて、
まあ、ゲージだけ貯めてね、ドミネに変えていきました。ただね、これがあんま良くなかったですよ、スラック。うん。こっちがゲージ貯めてるってことは、相手もゲージ貯めてるはずなので、まあ、もしね、交代するのであれば、ちゃんと交代受けでね、やらなきゃいけなかったですね。そうしないとドミラにね、ゲージを貯めた状態で、裏に逃げられてしまうんで、まあ、そこはね、しっかりやっておけばよかったなと思います。で、まあ、相手が、あれですね、土人で追っかけてきて、これはどうなんだろうな。シールを貼っていけば多分ね、突破できたと思うんですけれども、シャドウスカンプにね、ちょっとシールドを残しておきたかったんですよね。なので、まあ、シールドを貼らずに、まあ、極力戦っていくって感じにしましたね。そうですね。まあ、でも、よく考えたら、まあ、最初にドーミラーのところで、こちらのね、ウリムとドーミラーで、まあ、相手にね、対面取られてしまって、これもね、別にいい対面とは言えないので、これはあれ、シールド貼っていって、あれだったかもしれないですね。なんだろう、対面を奪った方が良かったかもしれないですね。うん、ちょっと失敗したかな。うん、まあ、しょうがないですね。うん、まあ、これ貼らずにやられていって、で、どうしようかな。ウリムで、まあ、削りを入れていくか、シャドウスカップで、まあ、ゲージを貯めさせてもらうかって感じなんですけれども、まあ、相手の裏のポケモン次第では、まあ、きついですよね。ここでなんか変なの出てきましたね。チョンチ、初めて見ましたね。これどうしたらいいんだろうな。まあ、ちょっとビビってね、なんかウリムに変えちゃったんですけれども、これよくわかんないですね。チョンチ、何言ってくるんだろう。まあ、よくわかんないうちになんかドーミラに変えられてしまって、もうこれは結構きついかな。これウリムを起点にゲージを貯められて、で多分やられちゃうんですよね。こちらシャドウスカンプを、まあ、ユリでシールド持ってるとはいえ出していっても、多分なんすかね、念力でゴリゴリ削られながらシールドを奪われて、で最後チョンチにトムを刺されるっていう未来がね、ちょっと見えちゃいましたね。ちょっとね、バタバタしすぎたかな。もう少し冷静に考えて、対処してればある程度戦えたかもしれないですね。で、まあ、これ、受けたら、まあ、でもこれ、張らざるを得ないよな。まあ、でもこれは多分ね、もう削り切る前に次の技飛んできちゃうかもしれないですね。あるいはここで削り切ったとしても、チョンチーがね、まあ、裏に控えてるので、これはちょっと辛いですね。で、まあ、ここで相手のヘビーボンバーかな。まあ、そうですね、ヘビーボンバー撃たれて試合終了ですね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。なんとなくね、思いつきでウリム使ってみたんですけれども、ちょっとね、出し負けが多くて辛かったですね。あとは、そうだな、出し負け多くて辛かったんですが、まあでも、なんだろう、刺さるときはちゃんと刺さってたし、あとは回転の速さがやっぱり良かったかなって気がしますね。やっぱ粉雪のチャージ量がね、すごい多くて、で、技のね、なんだろう、ターンもね、少ない、技なので、まあ、結構ね、小気味よく技を打っていけるのかなって気がしますね。ただまあちょっとやっぱ環境にドーミラーですとか、まあね、その辺がいる限りちょっとあれかもしれないですね。ウリムの活躍の場は少ないかもしれないですね。まあうまくね、なんだろう、初手でモノズですとか、あとはあの辺ですね、門面あたりに当てていくことができれば、結構粉雪でね、ダメージを取っていくことができるんですけれども、やっぱりね、ドーミラーが出てきてしまったりすると、まあ、ちょっと辛いですね。あとは、まあ、ロコンですとかね、その辺に当たってしまうと、ちょっとウリムではどうしようもないのかなって気がしますね。まあでも、まあ、使ってみて、まあ、可能性はかなり秘めてるポケモンだなって気がしますね。まあ、今回ね、なんですか、シャドウスカンプとドーミラーと組ませて戦わせてみたんですけれども、もうちょっといろいろ組み合わせを考えてみて、使ってみたら、まあ、面白い戦いができるのかなって気がしますね。まあね、もうちょっとでね、なんですかね、このプレミアじゃない、いや、プレミアじゃなくて、リトルカップもね、終わってしまうんですが、まあね、引き続きね、ちょっと砂は辛いんですけれども、まあいろんなポケモンを使ってね、戦っていけたらいいなと思ってますね。まあ次回このリトルカップがあるかどうかわからないんですけれども、まあせっかく育てたのでね、ぜひね、また、機会があったら、リトルカップをね、開いてもらって、で、まあ今回みたいにね、なんすかね、ランク順に行きやすいような形でやってくれたら、まあ、結構ね、PVP をやるユーザーも増えるんじゃないかなと思いますね。
よければいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しましては記事にして概要欄に貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。